吉原再建原文4年、吉原再建原文5年、吉原再建延長2年間吉原再建は、江戸の吉原遊郭についてのガイドブックである。一般的な定裁は店ごとに、遊女の名を記したもの。再建売りが遊郭内で売り歩いていた。再建とは案内書のこと。17世紀からあるが、1732年頃から、年2回の定期観光となり、 1880年代まで約160年間にわたって出版され続け、役者評判期に次いで日本史上最も長期にわたる定期観光物とされる。金像市の遊女評判期に遊女の名を列挙したものがルーツと考えられる。古いものは上京年間の吉原再建が知られており、教法頃に盛んになった。 1738年以降は、鱗型屋と山本の二藩元が年に回観光し、1758年までで山本は手を引き、後に、津田屋重三郎が、鱗型屋に代わって観光することになった。掲載内容は、狂わないの略地図、議論及び、遊女のないよろ、揚げ代金、茶屋、船宿及び、男女芸者のないよろ、年中門尾などであった。 明治時代には写真付きの再建が作られたこともある。竜帝種彦の高尾年代記に、寛永19年開犯のあずま物語、元吉原の遊女のないよろ、後代の再建の類なりとあり、あずま物語がその最初であるとされる。あずま物語は、寛永19年6月吉日、慶から住まいたや西米開犯、25洋の中元であり、あげやす36件。 五丁横丁まで靴輪の、家数ス号125件と記されている。明暦の大化の後、新吉原に移転した後には、万治三年九月臨慶野版の吉原鏡、漢文六年版の吉原根本木、漢文七年版の鱗型焼いたの吉原三麻竹力、遠方三年版の吉原大雑書など、おびただしい数に上るが、この頃は、遊女の批評を、主としており、 後の再建とは、定裁は、随分異なる。従来の評判記事立ての再建に対して、遠方頃から一枚ずりの再建が行われた。それ以来、天が状況を経て、玄禄には、吉原女郎荘な夜に、太夫、太夫合子、三茶、梅茶、五寸曲、三寸曲、波曲の部を立てた。寛永年間には、友女屋の門どころ、価格の愛印が記され始めた。 この頃の太夫の数は、万字には新太夫と共に37人挙げや14件の、もの、元六十五年会犯の、有利様太鼓に、太夫号5人、太夫号四号99人、その他、総女郎数号1754人を記している。挙げ代金は、元吉原で37問目の太夫が、新吉原移転の後は、昼夜で74問目、太夫公子中夜52問目、 三茶夜の未勤一分、梅茶同じく十文目、五寸曲五文目、三寸曲三文目の定めであった。その後、聖徳二年八文字や藩校の、形成新職者未選は、冒頭から十五葉まで、江戸吉原そうな夜を記して、新味を出した。教法三年新吉原中の町の茶屋、つ谷重三郎は、折本寺とての再建をお六分で売り出して、評判を取り、再建。 スタヤの名を高くした、教法13年湯島の相模屋与兵が、新吉原再建の図という小本横戸寺の再建を発行し、評判を取ったので、大伝馬町の剣、神田相模屋、揚家町三文字屋なども横戸寺の再建を発行するようになり、大いに流行した。三文字屋再建は、狂わないにおける犯行として、権威を持った。ここに、 吉原再建の前世紀を現出した。横本形式は明は安永頃まで続き、これと並んで小型の縦本が教法15年から行われ、次第に台頭した。縦本の最初は教法15年開判の両友絵子ことであると言われ、この様式は安永再建の46版のものになり、明治時代に続いた。幕末、明治一新頃から再建の内容は粗雑化し、 調査の精密を書き、偽名を新旧入り乱れて列記するなど、信頼性が著しく低下し、この傾向は、明治中期まで続き、明治28年11月以降、新吉原事務所において発行することとなった、吉原再建で検索すると十数件ヒットし、画像を閲覧することができる。ありがとうございます。